回ぐらいミスっちゃって長年戦ってきた技なんですよ。できなくなって 4,5 年経っちゃったで、またやばいかと思いきやできた。でも見ろこれ、練習っていうのはこうなんだよ。破いてさ頑張ってくんだよ。まあ、ズボン買い合ってよかった。で、宮治がこの前さ破いたのも映像あるのかな。どうしたどうした。結果俺ら同じタイミングでズボン破るもう一回やる、うん、で今日はあのプレイヤーは一回ちょっと修正して終わりにして帰ろう。いくよ。これが鵠沼名物、あケツが破れたらみんなで裂くっていう、まあ、決していじめではないんで、誤解しないように、決していじめではない。どこまで行くね前から見るとおしゃれなんですけどね、後ろから見ると怖くなってやめちゃったらそれまで。人生と一緒でこけても立ち上がってもう一回チャレンジしてみようって気持ちがすげえ大事だと思う。今ちょっとチルしてたら高校生たちと会って飛ぼうってことになりまして、やべえマジ怖え、あ絶対やばいやばいマジで怖え。どこにいんの。まあね、ウォーマックしに行く。マジで怖え。みんな楽しかった。やってやれやってやれ。